どうだろう、この辺、この辺、この辺で安心しようか。ストームブレーカーだ。うん、そうだ。あ、違う、これもっか。でもこれストーム。こんなところに転換するんでしょ。これ転換するって言ってた。でストームブレーカーはあのオーディ缶とガソリンが出てる、はいはいはい、これカセットガスの燃料にしてる。ああ、ね、樋口の大きさはストームブレーカーと変わりませんので、はいはい、で使い勝手的には同じ感じ、ごとくも同じなんですね。あ、また風吹いても大丈夫、大丈夫、はい、ストームブレーカーと比べると どっちの方がやっぱストームブレーカーの方が、うん、風のつあはですね一緒ですね。ストームブレーカーはこれがストームブレーカー。ああ、はいはい、もうあのここの形状自体は同じですので、はい、ほぼ体物は一緒ですね。あ、うん、ごとくが4本でこっちが3本、あ、まあ山用ですので、あ、はいはい、ここは3本ごとく軽量化、こっちはまあ4本で、ここはしっかり出てるよ、はいはい、ところが点火スイッチもついてるってことなんですか。そうです、こちらに点火スイッチがここですね。ここで火花が出ます。あ、はいはい、はい、レギュレーターついてないとだいたい10度ぐらいが限界なんですね。あ、10度下回ると火力が落ちてきちゃうんですから。あ、これで下回る5度、カタログ数値上5度って言ってるんですけども、まあ、実際は 2,3 度まで十分。あ、まあ、実際にあのお店だと火つけられないんですけど、火がつけられるサンプルもありますので、あ、そうなんですか。火が出るか、あ、いいですか、うん、ちょっと青いんでね、昼間見えにくいんですよ。はいはい、2500キロカロリー、まあ、平均的なバーナーの、であの火打ちが広いものですから、はい、鍋底に対しては広い範囲で、なるほど。であの、まあ、大体この辺りのシリーズはあの見ての通りすり鉢状の形してますので、はいはい、あのまあ、風防なしでもあの火口がこの火口自体この風防の中に隠れます。あ、はいはいはい、で、まあ、通常あの風があると風防を立てる、それなしでも炎まで上がりにくい。